トウモロコシ、ライマメ、ニンジンその他の野菜で作ったサコタッシュインゲンマメと、調理したサコタッシュサコタッシュ、A、サックタッシュ、ナラガンセットも双方クタハッシュに由来は、砕いたトウモロコシの黒竜を意味し、スイートコーンを、主として、ライマメや他の豆を合わせて作る料理である。コーンビーフ、ジャガイモ、カブ、塩蔵した、豚肉、トマトやパプリカ、オクラなどの材料を加えることもある。 東下に穀物を足すことで、すべての必須アミノ酸が豊富な料理となる。食材が、比較的安価で手に入れやすかったため、アメリカ合衆国において、大恐慌の間に普及した。時に、伝統的なポットパイのように上に軽いパイ生地を乗せて、キャセロールで調理されることもある。サコタッシュというシチューの仲間には、長い歴史があり、17世紀、アメリカ先住民から入植者に伝わった。 食材は当時のヨーロッパではまだ知られておらず、徐々にニューイングランド地方の郷土料理として定着していくと、やがてペンシルベニアやニューイングランド地方において、感謝祭のお祝いの伝統的な料理として供された。トウモロコシはアメリカンビーンズ、トマト、唐辛子と共に新大陸の食材である。アメリカ南部の一部では、あり合わせの野菜を混ぜて炒めたものに、ライメを加え、 ラードやバターで折った料理がサコタッシュと呼ばれている。キャサリン・ビーチャーが19世紀にまとめた調理法に干した豆とトウモロコシの保軸を一鍋で茹でる料理がある。トウモロコシは途中で取り出し、豆を茹で続けて柔らかくなったところに軸から外しておいたトウモロコシのコクかを加える。このシチューの仕上げに小麦粉でとろみをつける。豆とトウモロコシの比率は1対2。 ヘンリー・ウォード・ビーチャーが、ウエスタン・ファーマーガードナー氏に寄せたレシピでは、塩漬けの豚肉を加え、これは欠かせないと書き添えた。サファリン・サック・タッシュは、ルーニー・トゥーンズのキャラクターたち、特にシルベスター・キャットによって使われるキャッチフレーズで、ある。ハービー・ハンコックの1963年のアルバム、インベンションズ・ディメンションズの最初の曲は、サック・タッシュという曲名である。 d。ライトによる曲グルーヴイーズインザハートにマイサパーディッシュマイサクタッシュウィッシュという一節がある。エイリアンアントファームのアルバムアンソロジーにメイク a ウィッシュメイク a サクタッシュウィッシュという一節があり、その曲はこのバンドが最初に作り、演奏した曲で ep 版100ドルにも収録された。主な執筆者名編纂者名のアルファベット順。 ありがとうございます。